鹿沼市出身でオリンピック卓球女子団体のメダリスト平野早矢香さんの名前を冠した卓球大会が今日鹿沼総合体育館で開かれました。この大会は平野さんが2012年のロンドンオリンピックで銀メダルを獲得したのを記念して始まったものです。平野さんに続く選手を育てようと鹿沼市が毎年開催していて、今年は県内外のほか台湾からおよそ540人の子どもたちが会場に集まりました。参加者の中には県大会や全国大会で好成績を収めている選手もいて、白熱したラリーが行われました。平野さんみたいにすごいいろいろ考えてもう自分で行動できるような選手になりたいです。また今回は平野さんと済生会宇都宮病院の整形外科医深澤真由美さんによるトークショーも行われました。スポーツで起こりうる怪我について平野さんの体験をもとに解説したほか、怪我を予防するストレッチや怪我の診断で使用する超音波診断装置の体験も行われました。今日ご参加いただいている選手の皆さんもオリンピックとかあと世界選手権とかそういうところを目指す選手もそうですし、やはりまずは自分のその目標、大きくても小さくてもいいので自分が掲げている目標っていうものをまず設定して、そこに向けて、その目標を達成するために、自分が今何ができるかっていうことを、それをこう考えて、こう日々の練習から、こういう大会から取り組んでもらえたら嬉しいなと思います。